9月28日月曜日、北星中山グラウンドで第11回八田地区老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会が開催されました。この日は八田地区老人会のメンバーで作られた南部グラウンドゴルフ愛好会や住民の皆さんなどが参加し、32ホールで優勝を競いました。いつまでも健康で快適なスポーツライフを楽しむことを目的に、週に3回こちらのグラウンドで練習をしている皆さん、中には定年退職後にグラウンドゴルフを始めたという前回優勝の出口武さんもいて、日頃の練習の成果を発揮しながら生き生きとした表情で今回もプレーを楽しんでいました。今回のコースには2番と7番ホールにホールインワン賞が設けられていて、見事7番ホールでホールインワンを決めた藤田克美さんは、毎日やっていても入らないのでこれはまぐれです、でも嬉しいですと笑顔で話し、次のホールに向かっていきました。どのホールからも笑い声や声援が響く中、参加者の中にはこれまでの大会で優勝経験がある大正14年生まれの90歳伊藤八郎さんの姿も見られ、グラウンドゴルフは30年くらいやっています、私の健康の秘訣は3度の食事と散歩ですと話し、あと5年は頑張りたいと意気込んで、この日は2回もホールインワンを達成していました。南部グラウンドゴルフ愛好会の川添実夫会長は、随時メンバーを募集しています。毎週月曜、水曜、金曜日の午後1時から北星中山グラウンドで練習していますので、いつでも気軽に遊びに来てくださいと話していました。今大会の結果はご覧の通りです。おめでとうございます。